皆さんこんばんは。こんばんは。関西テレビ報道センターウェブ編集長の豊島角栄です。今週のニュースをざっと振り返っていきます。まずはですね、この話題からなんですけれども、フェムテックという取材をしました、はい、担当の加藤記者です。よろしくお願いします。お願いします。どういうきっかけでこれ？もともと私フェムテックって言葉は聞いたことあったんですけど、使ったこともなければ、ちょっと触りにくいなっていう分野ではあったんですけど、それの、日本で初めての展示会が開かれるっていうことで、日本で初めてだったんだっていうことと、最新の事情をちょっと自分でも、アップデートしておきたいなと思ったので、ちょっと取材に行ってきました。東京？東京に行ってきました。久しぶりの東京でした。はい。よかったですね。はい、でもそうか、こういうのあるんだというふうに、実際やっぱ思いました。行ってみてどうですか？基本整理のものって思ってたんですよね。で、生理用品とか、あと、ちょっとそういうサプリとかもあるんだろうなとは思ってたんですけど、結構今、妊活、産後、更年期、それから女性の生活全般みたいな感じでもジャンルがものすごく多岐にわたってることにまず驚いたんですね。で、やっぱり行ってみて、すっごいおしゃれだったんです。どこのブース、大体、それぞれの会社さんが作っている世界観がわかるんですけど、本当におしゃれで、パッケージをそのままこうね、ブースにしたような感じなんですけど、最初にこう手をつけやすいなっていう感じもしますね。やっぱりね、それはちょっとこう、恥ずかしいなっていうような気持ちがあったりとか、やっぱちょっとこう、あんまりこうおっぴらにするもんじゃないよっていうような、そういう古い感覚まだまだあったりとか。そうですね。でもその辺、変えていきましょうっていうことですよね。まさしくそうだと思います。まだまだそれでも、知られてない言葉なんですけど、認知を、広めて、タブー視しないで、むしろ女性がそういうことを話すことで生きやすい、過ごしやすい社会にしていこうっていうコンセプトだと思います。なるほど。男性が見てたらどう見るのかなっていうのはちょっと気になってました。僕は本当にその女性器というか、子宮のモデルがね、こう画面にバンと映ったりとか、原稿の中に膣っていうような言葉が出てきたりとか、いうことが割と普通やねんでっていうふうになってることがすごく良かったなと思って。そうですね。でも、私も実は原稿を書きながら、やっぱ慣れないなって思いました。最初、月経って書くことすら、生理はまだいいとして、なんか経血とか、そうでしたよ、やっぱり。でも、こういう取材のきっかけで、こういうふうに話せる、オープンにできるっていうのは本当におっしゃる通りいいことだなと思いましたけど、やっぱり朝の会議で男性陣からは、月経って耳障り大丈夫かなとかで、月経カップって途中出てくるんですね。VTR の中にも紹介した月経ディスクってこう、今すごい第3の生理用品って言われている、私たちでもあんまりまだ使ったことがない、馴染みはないんです。出始めた商品があるんですけど、それをこう月経カップってさらって書いたんですけど、男性陣は、これ日本酒かなって思ったって言っていやそうですよねっていう、でも気持ちはわかります。私も、私ですらそう抵抗は感じてたんですけど、こういう取材を通して、一歩私も踏み出せたなっていうところは、正直そのレベルでもあります、まだ、とは思います。そういう意味ではこう、なんていう、入り口敷居下げてくれてる、こういう催しもいいし、ありがたいですね。それを取材していくの、ちょっとこうなんていうかカジュアルな感じで取材していこうよっていう、こっちの気構えも、大事かな。本当そうですね。あと言って思ったのが、ちょっとまたずれるかもしれないですけど、やっぱりそのいいなって思うものはもちろんいっぱいあるんですけど、中にはちょっと、これってフェムテックなのって思うものも実はあってっていうのも、これって例えばどうこう
医学監修受けてるんだろうかとか、お医者さんの監修受けて売ってるものなんだろうかとか、うん、どういう効果があるの、うん、その根拠は何なんだろうみたいないうのが、うん、一見さっき言ったようにおしゃれなので、一見だからあのいいかなって思って飛びついてしまいがちなんですけど、本当にって思うものも中にはいっぱいあったんです、うん、で実際そういうことをこう危険性を提唱していらっしゃる方も中にはいらっしゃるみたいで、うん、私経産省 の, そのフェムテック担当の部署に聞いてみたんですよ。中にはそういうちょっと怪しいものありませんかっていう話をあのストレートに聞いてみたら、いや実際そうですと、うん、あの正直そのフェムテック市場っていうのはもう去年一昨年ぐらいが元年って言われてるぐらい、まだまだ出来たてほやほやの市場で、うん、でもう経産産業省としてももちろんそこにいっぱい入ってきてもらって、世の中女性があの活躍推進みたいなことを言ってるので、そういったことをこう助けてくれさるんだったらどんどん広がっていけばいいんだけど、うん、やっぱり、薬機法だったりとか景品表示法とかにあの引っかかりかねないようなものも中にはあるというので、あの経産省が補助金をつけているような企業さんって結構いらっしゃるんですね、今回のフェムテックっていうものに関して、うん、でそれをもし補助金を、つけるとなった企業さんにはリテラシーの教育の場を、設けてるそうです。そういうセミナーとかをやってるそうです、うん、つまり、まあ広がることをすごく喜んでいる一方で気をつけましょうねっていうことも、まあ、一方で思っとかないといけないのかなということを思いました。まあ、そういうビジネスで、まあ、一生懸命やってる人らのリテラシーもそうだけど、まあ、こっち側というか、そうです、まあ、選ぶ方も見極めは消費者側には必要だと思いました。なるほど、ね、はい、楽しかった。あ、楽しかったです、はいはい、また取材します。はい、はい、じゃあこれからも、はい、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではこの1週間のニュースを振り返っていきます。まず先週末です、土曜日になります22日に、時代祭り、京都で時代祭りが開かれました、3年ぶりの開催ということになります。月曜日です、音楽教室のレッスンの演奏で、その曲のですね、使用料を払う必要があるかどうかということが争われた裁判で、最高裁はですね、生徒の演奏については払う義務ないけど、講師の演奏については支払いの義務があるという判決を出しました。火曜日です。大阪府門真市で親子4人が殺傷された事件がありましたけれども、大阪地裁は遺族への慰謝料などとして受刑者とその母親にですね、およそ6200万円を支払うよう命じました。事件の背景に男の病状悪化があってですね、母親に監督責任があったという判断です。水曜日です。大阪・関西万博の国際企画会議が開かれました。各国から担当者が参加して会場の夢島ですね、ここを視察したり、展示の方針を話し合ったりということがありました。アクセスとかですね、まあ、コストの面でいろいろ各国悩みがあるようですけれども、まあ、いい万博にしたいなというような話し合いが行われています。木曜日です。10月24日の朝にですね、大阪市内の小学校に、忘れ物を届けに来たということを言ってですね、50代の男がやってきましてですね、まあ、対応した職員がですね、この人を中に入れてしまうというようなことがありました。男はですね、なんか学校の中入ったらですね、大声を上げたり、裸、まあ、上半身裸になったりというようなことがあって騒然としたということでですね、この日のニュースでは、まあ、その小学校の不審者対策どうなんだろうということで、その課題についてお伝えをしています。金曜日です。今日ですが、9年前の事件ですね、この餃子の王将というこのチェーンをですね、運営している会社の社長が銃撃されて殺害された事件でですね、暴力団の幹部が逮捕されました。9年間かかってですね、この捜査が進んで、まあ、大きな区切りを迎えたわけですけれども、今後この背後関係などについて、まあ、事実の解明が待たれるというところです。
では来週の予定です。10月29日正倉院展一般公開始まる、それから高野山でですね、この渋滞対策ですね、これのためにパーク&ライドというのの実証実験が行われます。10月31日はハロウィーンですね。そして、この日から11月です。11月1日ジンベエザメの身体測定というのが海遊館、大阪の海遊館で行われます。11月3日この日は御堂筋でオリックスの優勝パレードが予定されています。寒くなってきました。風邪など召さないようにお気をつけください。それではこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。